大体1分で作れる食べ物のエンタメ。森見登美彦さんの小説4畳半タイムマシンブルースがアニメ化されます。同作の舞台は8月12日の京都市左京区にある下鴨湧水園。タイムマシンに乗った大学生田村の出現がきっかけとなり、主人公たちは昨日と今日を舞台にエアコンを動かすため、日常を取り戻すために右往左往することとなります。アニメーション制作はサイエンスタル、脚本は上田誠さん、キャラクター原案は中村雄介さん、監督は夏目慎吾さんが務めます。上田さんはテレビアニメ4畳半神話体系のほか、劇場アニメ夜は短し歩けよ乙女、ペンギンハイウェイでも脚本を担当しており、森見さん原作のアニメに参加するのは4回目となります。制作発表を受け、原作者である森見さんは、そんなうまい話はないだろうなと思っていたのに、まさか本当にアニメ化が実現するとはと驚きと喜びをコメント。ネットでは、待ってました、最高のタッグですね、好きと好きのコラボと歓喜の声が多数寄せられています。